ダメだにゃ。いい加減にするにゃ。叶うのは未来かもしれにゃいにゃ。願い事は具体的じゃないとダメみたいだにゃ。ずいぶん具体的だにゃ。活躍しないと乗らにゃいにゃ。本当は活躍することをちゃんと願うべきだったと後悔してると思うにゃ。その通りだにゃ。そうだにゃ。なんたってアコール先生だからにゃ。 みんなの成長ぶりが確認できて十分に楽しめたにゃ。ここまで来たんだからいただくにゃ。さあ、アコール先生のすることだからわからんにゃんにゃ。何のことだにゃ。ブツブツ言ってないで、ぶよ勝負するにゃ。ものすごい勘違いしてると思うにゃ。変な奴にも会ったりできたしにゃ。そうだにゃ。先生のおかげだにゃ。 ところで先生は、優勝のメダルで何をお願いするにゃポポイにだけ、こっそり教えるにゃ。いいかもしれにゃにゃ。来てみてほしいにゃ。にゃ、それを言っては。三食昼寝つきは嬉しいけど、王子のしもべは余計だにゃ。昼寝がいいにゃ。だから強いんだにゃ。そのルンルン気分、ちょっと自慢しすぎたにゃ。お塩気ずるにゃ。つぼしだにゃ。たツあツだにゃ。 しるにゃボイがいるにゃ何を願ってるんだかさっぱりわからんにゃ当たったみたいだにゃどんぐりガール一族の大合唱で大歓迎してくれるみたいだにゃ気にすることにゃにゃレムレスはこういうやつだにゃ絶対しないにゃ見えるにゃそうかにゃあいつ海に何かしたにゃ絶対そうだにゃよし見に行くにゃ今の。 ありだよにゃ。レムレスどうなるにゃ。なんだ、そうなんだにゃ。しまった聞かれたにゃ。うわ、当たったから怒り出したにゃ。バル、おみはかなりのぶりっこだにゃ。でも、メダルは一つのことしか叶えられないにゃ。ペーリとレムレス、一体どっちが幸せになるかにゃ。今だって悪魔は、あんたしかいないにゃ。ええ、違うにゃ。どうしてにゃ。開会式に出ていなくて知らないんだにゃ。先生、 こいつは開会式になかったにゃ。ちゃんと説明するにゃ。怪しくなんかにゃにゃ。化けの皮なんてかぶってにゃにゃ。シズは、変態だにゃ。変、態とは呼ばれなくなったにゃ。どうするにゃ。はっきりするにゃ。うーん、最後の認められないが、メダルに届いたにゃ。女の意地を優勝メダルも応援してくれるにゃ。 合宿だにゃ。合宿、やめとくにゃ。